撮影期間はもうあの女性になりきってるんですか？あの時は自分の中でこうそのリリコ像を作って、その期間中もリリコで通す。自分では意識してないんですよ。大体私って役に染まっていくタイプの人。いやだってかなり大胆な役でしたよ。ちょっと自分じゃないので、友達とかになんか本当にお前はいいよなそんななんか、はい、ついてんねやもん。なんかすごいいい子の役やってた時、電話の対応が、はい、わかりました、じゃあよろしくお願いしますみたいな、なんかすごい変わってる。映画終わってやっぱ1週間とか2週間ぐらいもうぼーっとして、だんだんとそう、そうですね、あの、まあ、役落としっていうか、役落とし沢瀬玲香の役落とし自分の作品を全部ご覧になるんですか？もう1回は見ますけど、あの1回だけ1回だけです。増田君とかやったら自分の